はい、ローガンセッシー、この中です。それで実況プレイやっていきたいと思います。FIFA 16アルティメットモードですね。今回もこちらでやっていきたいと思います。ディフェンスラインはですね、イングランド勢ですね、ボランチも。で、キャリックをですね、取りました。選手を支え、キャリックですね。そんな高くなかった気がした。はい。で、レノンは前から使ってますね。まあ、レノンとル、ですね。マタを、右サイドはローテーション使ってます。途中でランパードを入れていくかなと思います。で、ネグレードはちょっとお休みと。はい、こちらでやっていきたいと思います。で、トーナメントやってるので、シングルプレイのトーナメント、スターターカップ、こちらの方やっていきたいと思います。でね、次の試合プレイする。進む。難易度はプロに、ね、アップしていきたいと思ってます。さすがにアマチュアとかだといくら自分の下手さ加減でも、まあ、プロかワールドクラスがちょうどいいかなと。プロでちょうどいい、ワールドクラスはちょっと自分にとってはちょっと難しいかなっていうぐらいのレベル感、操作感になってきました。まだまだ、とにかく守備が難しい。さあ、はい、やっていきましょう。皆さんこんにちは。実況には西岡明彦、解説には堀池拓実さんをお迎えしてベスト8がぶつかります。さあ、ホームだからタッキングでいこうかな。はい、よろしくお願いします。先日はいつもでカウンターで、では試合の方へ移りましょう。主審はマニエル・ルイ・バルボサさんです。 OK、 ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。あ、抜けると思ったけど、一般的な3号打っちゃう。ナイスシュート、止めます。しまった。今見逃せばコーナーキックだったな。今ね、外にライン出るかなと思ったんですよ。よし、前からプレス行かないぞと。止めそう。そのまま返します。つなげてきそうな気合ですね、相手が。ドーソン、レノン、ワンツーで。この選手が期待のレノンです。ボールを運びゴールに襲いかかります。ああ、そっち側じゃない、今手前側にね、ニアに出したかったんですよね。スルーパス、サイドは突破できそうな気合。あっと入んないのか、枠の中に。パーカーかな。シュートはちょっと下手だね。シュート思いっきり打つよりか、今回はあれですね、コントロールシュート結構入る気がしますね、個人的に。そうかね。あっと、ビケないか。いいタックルでした。いいタックル、本当。これは取れる。1回下げて作り直した。サイド、左サイド、ここにラウル・ガルシアがいます。ここで逆サイド、キャリック、味方はいるか。おっとっとっと、抜けちゃったね。これちょっと背にギャップがある。抜けた、揺さぶりをかけていく。何？これは来た。おっと、もう決定的すぎる。ちょっと辛そうですね。あのタイミングで入れていくとは思わなかった。よし、またビルドアップ。あ、そっちじゃない。まずセンターに当てて、あれ、ボールを失った。もうそこで取られるのはね。シュート、ナイスブロック、キーパーが取ります。レノンが入ってる。サイドからサイドへ。ちょっとプレスが相手のプレス。効いている男、キャリックです。効いている男、キャリック、そうあったし。
キャリック、ナイスです。いいパス。マティア・デストロ、危険な位置です。緊張感が増してきます。はい、コーナーからゲームは再開です。このキックもですね、難しいですよね。なかなかね入らないんでね。ニア気味に、ああ、前方に運びました。背の短い人に行っちゃった。ああ、なんだ今の。大きく外れてしまっています。ダイレクトでニアを狙ったんだけどかな。このチーム、キーパー繋いでくるね。ぶつかり合っています。OK。ここをどう出ますか。おっと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 。体を当てて取る。奪った。目を切っちゃった。ジョーンズ。押してるんだけど。0点だからな、油断しないようにしたい。サイドチェンジ、オシェイ、オシェイがいるのか。センター空いた、オッケー。ラウ・ガルシア、うわー、キッパー前までニア狙うか、あの思いっきり打つのかループ打つのか、すごい迷っちゃって近づいちゃった。いや敵いすぎだろこれ。まずい、3対2。これもサイドは突破されるんでしょうね。センター、センター、ボールはどうだ。キーパーに近すぎたようです。この辺がまだ相手がね、チームレベルが低いかって助かりますよね。ガエル・カクタ、マティア・デストロ、いやー、そこあえて真ん中行ってたんだけど、ナイスカット。その見え見えのパスがね、多分あれ誘われてんだよね。誘われて、リアルなサッカーでわざと股を開けてて、結構また股抜き狙わせて意外とカットするシーンってあるからね。ジョーンズ、しかしリアルなサッカーうまくいかないゲームは。うわっ、3人抜かれた。よっしゃ、カウンター。フェルナンド・トーレス、あー、クルスマギーで蹴っちゃった。 OK、 ラッキー、ラッキーゴールですね今のは。今いい時間帯。この得点は予想されてましたか、堀池さん。これかなり苦し紛れのスルーパス。コロコロ入りそうでしたからね。ちょっとね、フェルナンド・トーレスがちょっと、ね、本当ね、使えないんですよ。そうそう、ストライカーね、ネグレードもいるんですけど、ちょっとネグレード足が遅いし、まあ、今作やっぱあれですか、アジリティがいい選手のがすごいいいみたいなんで、スピードとね、ちっこい、もっと。ネイマールとかね、スアレスとかそういうのがいいんでしょうけど、そんなの高くて手に入んないでしょうし、手頃な選手でいいフォワード。ここにラウル・ガルシアがいます。あー、スルーパス、戻れ戻れ。ディフェンダーの背後に来ましたが、今あのタイミング合わないね。もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。サイドに蹴られるかな。蹴ってくれるとね、助かるんですよ。これはラウル・ガルシア、パーカー、おい、スコアは1対、まあまあまあですかね。ここす、決定的なシーンで相手に1回作られたぐらいで、よし、ちょっとセンターバックが負担が増えてるね。はい、行きましょう。もう1点欲しいですね。後半戦の開始です。もう1点取って圧死したい。そうだな、さっき言ったけど、次はちょっとフォワードを投球しようかな。この試合かかって、もしかシーズンリーグ戦ちょっとやってコイン貯めて。危ね、ダイル・カクタ、パーカー、そりゃ無理だ。ナイスキーパー。おっと、蹴っちゃった。足つった。トーレス守備して、
オシェイ、ケイ、ボールはキーパーです。ここから繋いでいきたいですね。ケイ、ボールを取りに来ました。ニアは入らないよね。しかも超キャリックらしくない、らしくないプレー。ダブルブランチになっちゃうと、ああいう感じでサイドを攻め上がるシーンになっちゃうんですかね。ああ、これカウンター食らう。あーっと怪我してる角田かな今の。一時期話題になった日本代表に入れんじゃねえかって言われてた角田君、もう戻ってきた。角田じゃないか、ラウルガシ。ああ、今角田の方見ちゃった。よく取れているチームです。デストロイの方か。ファールになりました。あ、怪我してるね。イエローもありますか。選手交代したいと思います。交代で嫌。あ、角田子と思ったらレノンじゃん。ショック。変えよう。これまた使うか。まだ負けられない試合なんで、トーナメント戦なんで、選手だ、使用しないでいきたいと思います。またはね、いいんですけど、スピードがないんで、サイドのプレーなのかなって、ちょっとね、正直やっぱり、香川でね、一時期、争ってたけど、トップ下の方がいいんじゃないかなって感じするんですけど、ポジションがね、もともとなんかセンターになってるんですよね。マティア・デストロ。まあ、このフォーメーション、自分ちょっとサイドが生かすプレー、サイドを切り裂いた。よし、上げると。次はどうする。突っ込め、ドーン、ヘディングでクリア。 OK、 入るか。キーパー反応した。あー、キーパーうまいな。コーナーからのキックとなります。イエローカードか。選手の交代があります。ダッカーとかね、ディフェンスラインはでかい選手にしたいんだけど、さっきからこの角田か分かんないけど、ちっちゃい選手に合うんだよ。入った。うわ、マジか。キーパー MVP じゃないの。危ない場面でした。よし、キャリック、キャリック、自分でケツを拭け。取れないか。そろそろ戦術ガードな、ディフェンシブにしようかな。トップ2人が全く守備しないもんね。お兄、中盤でボールをカットしました。あー、そう、こうフライする。フライする本当に飛んだくなりましたね、今回ね。相手ボールになります。でもね、昔の癖出しちゃうんだよ。あー、かぶった。あー、遅い。ここはうまく取りました。うんと、そのパスももったいないな。焦る必要ないのにね。さあ、どうだ。 OK、 またのポジショニングが光る。カウンターだから、カウンターモードってすごい。監督としても同じ出身地のプレイヤーを揃えていることで、選手上がっていく、ね、共通の意識を持ちやすいと考えているようですね。ええ、コミュニケーションの壁がないのはチームには絶対プラスになりますよね。はい、PK か。これはファールです。ギリギリ外か。これは黄色のカードが出ます。フリーキックはゴール近くかな。キャリック直接狙ってもいい位置ですよ。また慎重に蹴りたいですね。あ、ボタン間違えた。今さ、スローインです。ゴロロ、あのパス、ゴロパスするつもりがフライになっちゃった。サイドチェンジしました。ガードナー、そろそろ選手交代してもいいかな。これは負けない。 OK、 さすがイングランド人。ちょっとポゼッションを高めて時間を増やしていこう。マティア・デストロ、
そこじゃない、今横でしょ。渡してしまいました。観客のボルテージは最高潮に達しました。これはね、ホームチームにとって大切なプレーとなりそうです。そうですね、西岡さん、このチャンスをものにすれば今の流れが大きく変わります。さあ、チャンスを生かせるか。よかった、取った。ラウル・ガルシアのところに行きました。マティア・デストロ、これはラウル・ガルシア、注目のパーカーです。サポートの選手も寄ってきた。いやー、そのパスはちょっと精度ないよ。そういうことを考えすぎました。相手にボールを奪われています。再び戻す。とにかく PK 戦やりたくないんですよね。危険な位置です。緊張感が増してきます。ディフェンスがうまく対応。ここにはキャリック、またのポジショニングが光る。ここにラウル・ガルシアがいます。フェルナンド・トーレス、ここで絡みます。シュート、いやー、もっとファー巻いて、ファーのねサイド角を狙ったんだけど全然いかなかった。ゴロになっちゃったな。ケイ、まあ、ちょっと地味な試合でしたが、勝利でファイナルの舞台も見えてきたんではないでしょうか。堀池さん、勝てるよしと。でもちょっと選手消耗しちゃったな。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければ次回もご視聴いただければと思います。